紹介しましたが、実は翼についているビーズがですね、そのままペンギンたちの名前に立っているんですね。60羽もいますので、さすがに私たち人間であり、太郎なんて生きてるとね、大変なことになってしまいますので、今の名前がペンギンですね。なので、皆さんでも簡単にですね、実はある程度名前を忘れることができるんですね。大切、早いですね、今後。急ぎ足なんですが、お腹ちょっとすみそうになってますね。さあ、話しますよ。はい、じゃあ、いただきたい。さあ、この名前の付け方なんですが、適当につけているというわけではもちろんありません。ちゃんとですね、ちゃんとした法則があるんですが、結構難しい法則でもありまして、さあ、今年生まれのペンギンのテーマカラー、実はベニーという赤い色のビーズがついていますので、最後の色みんな赤色になってますよね。なのでですね、皆さんでもある程度簡単に親子や兄弟、そして同い年のペンギンを探すことができるというのが、このスマッシュの名前の付け方なんですね。今日はですね、たまたま兄弟は来ていない。